今回は DJI RS3 mini のプレート周りのカスタムについてシェアします。 RS3 mini のプレート周り、しばらくミニを使ってみましたが、どうにもプレート周りの使い勝手が良くありません。横位置、縦位置切り替えながら撮影するには良いのですが、横位置だけならこのごついクランプはいらないように感じています。ジウンクレーン M3 のプレートを試す。何か良い解決策はないものかと探していたところ、 DJI も知ってか知らずかジウンクレーン M3 のベースプレートをそのまま接続できました。 DJI は小型ジンバルで一歩先を行くジウンクレーン M3 の影響をかなり受けているようです。中でもチルト軸周りの形状はそっくりで、そのままと言っても過言ではありません。ともあれ今回はジウンクレーン M3 用のファルカム FC2858 を紹介したいと思います。取り付け方、ミニのベースプレートを外しファルカム FC2858 を取り付けます。とても簡単ですね。これでプレート周りの使い勝手が劇的に良くなります。プレートはアルカスイス互換プレートで、一般に売られているアルカスイスクランプに取り付けられます。このプレートをベースプレートのクランプに横から差し込む仕様で、これはジンバルでの運用をよく考えている見事な設計ですね。このプレートの良いところは、アルカスイス互換プレートの中でも極めて薄型という点につきます。これに対しミニのプレートはかなり厚く、ここまで分厚くする必要がどこにあったのかやや疑問に感じるぐらいです。ジウンクレーン M3 と総合運用可能。ジウンクレーン M3 にもファルカム FC2858 を取り付けておくことでミニと総合運用可能になります。これは私のようなジンバルを専門に扱う撮影者にとっては非常に有用で、撮影用途に合わせてジンバルを頻繁に交換できるからなんですね。しかもこの軽さなら苦になりませんので、軽いジンバルを2本持っていてもあまり疲れることはないでしょう。低重心、安定化に寄与。またベースプレート、クランプ、プレート全てが薄型なので低重心を実現できます。あまり知られていないことですが、カメラを乗せるチルト軸、ベースプレート周りはできるだけ重心を低くした方がジンバルの安定駆動に寄与しますので、この点はよく考えられていてとても好感が持てますね。これがミニのプレートだとかなり重心が高くなってしまいますので、安定化を阻害する一つの要因なのではないかと考えています。デメリット、特に見当たりません。強いてあげるとすれば縦位置が取れないことぐらいでしょうか。その際はミニのベースプレートに交換すれば済む話なので、私の用途においてはさほど影響はなさそうです。DJI のプレート設計。 DJI はミニに限らずジンバルのプレート周りの設計がどうもうまくありません。したがってスモールリグやティルタなどサードパーティー製を使わざるを得ず、結果として出費が増えてしまうというのは本末転倒な気がしています。今回のファルカムはたまたま使えたので紹介しましたが、本来 DJI の純正パーツはもう少しユーザーの声を聞いた上で製品化した方が良いと思いますね。いずれにしても毎回どこかしら手を加えてくるのは良いとしても、それがユーザーの利便性に寄与する方向へぜひとも行ってもらいたいものです。以上、ご参考ください。